閲覧注意。下の話が苦手な方はここでスワイプして逃げてください。すべて演出です。最後まで見るかどうかはあなた次第。すべて自己責任です。悪影響があるなら見なければいいだけのことです。どうぞお逃げください。字幕付きの動画は後日あげます。字幕のエフェクト、重すぎる、終始人端が何言ってるかわからないのでご了承ください。明日誕生日なんですね。おめでとうございます。明日誕生日ですか。音全然聞こえないや。あ、大丈夫、聞こえない。あれ、なんでだろう。聞こえますか。こんにちは。こんにちは、聞こえない、音聞こえないですか。うわ、すごい、なんか、え、あの、気をつけて配信して。なんか出てきた、なんえっと、一条レオさん、レオノカさん、一条レオノカさん、ありがとうございました。何これ、ありがとう。ちょっと僕老後の話してたら、おじいちゃん出てきたね。どうしたい。仲間じゃねえわ。仲間じゃないですよ。どうしました。いや、聞こえますか、ちゃんと。仲間増えたよ。明日誕生日なんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。僕レオ今歩きながらしてるんですね。配信気をつけて配信されてください。はいはい、はい、じゃあどうします。何をしますか。普通に5分喋ってもいいのかな、僕が。それともバトルしながら喋ります。何でもいいですけど。どういうことですか。何ですか。5分間喋る、5分間喋るのかバトルするかって、それ両方バトルじゃないですか。バトルじゃないです。5分バトルせずに喋るか、はい、バトルしながら5分喋るのか、あとそれからできることか。5分しか喋れないんですか。いや、5分喋りたいってなったら、だって延長料金いただきます。その時はすいません、冗談です。はい、お察しください。大丈夫ですかね。こけたりしないでくださいね。僕は長めに喋りたいですけど、はいはい、全然いいです。長めに喋りたいであれば長めでも全然、はいはい、はいはい、やった、やった。で、どうします。今シャンプー何使ってます。シャンプーは何使ってるんですか。シャンプーはね、顔の石鹸です。固形石鹸です、はい、石鹸使ってるんですか。固形の顔の固形石鹸です、はい、泡立てて使っております。はい、やっぱ石鹸が一番いいですからね。石鹸が一番いいんです。はい、一条レオさんは大丈夫かな。どこに向かわれてるんですか。あ、僕は今豊洲の東京ゲートブリッジに向かってるんですよ、うんうんうん、その陣太さん、その何だろう、うんうん、はい、やっぱ豊洲といえば、やっぱ何思い浮かべたりします。豊洲といえばですね、なんか問題があったじゃないですか、いろいろと。映るのに、豊洲市場だ。はいはい。移転の時に、あれどっから映ったかもうすっかり忘れたけど、過去の元の石が。はいはいはい、いや、築地だ。築地から、築地から映る時になんかいろいろ問題あったっていうのが思いつくかなと思いますけど。なるほど。はい、てか、スカジャン来てるじゃないですか。ジジイなのにスカジャン着てごめんなさい。やばい、めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこよくない。スカジャン着てる人はやっぱり活かしてますよ。本当ですか。スカしてるだけですよ、スカジャンだけに。はい、いや、やっぱスカジャン着て、ブイブイ言わせてたんすか。ブイブイは言わせてないですけど、昔はね、言わせてないっすか。ヤングな頃はね、ブイブイ言わせてますけど、こう思ったし、すごいな、この人。でも気をつけてやってくださいね、配信。もちろんっすよ。はい。車とか多い通りは、はい。周りを見ながら、他の方に迷惑にならないように。どうなんですか、その、やっぱ若い頃は、結構いろいろ、女の子とかブイブイ言わせてたんですか。これ RG なのこの人。 RG ですかこの人、リアル。まあ自転車の方とかもやっぱ危ないですからね。先生やるんですか。ごめんなさい、うるさくしちゃって。それなんですか。せい、それはふぅ
ほう、せい、明日誕生日なんです。すいません、こせいせいせい。HG です、HG。何じゃないですよ。本当に違うでしょ、木山優作さんじゃないでしょ。何なんですか。RG じゃなくて HG の方やっちゃいました。はい。びっくりした、びっくりした、びっくりした。びっくりしないでください。もういや、大丈夫かな、周り。怖いな、すごいな、この人。行きましょうよ。乗って行きましょうよ。ちょっと待ってください。ありがとうございました。だから、すごいもうフォロワー数みんな見たらすごいよ。豊洲ですから。豊洲ですから。ちょっと待って、これ何本10万ぐらいいっちゃうんだかっこいい、この人。10万いってる。で、9月2日、なんか、会社さ、はい、何、荒野行動に怒られたんですか、会社様に。何したんですか。いや、荒野行動っていう、ゲームですよね。ゲームでしょ。いや、違う、お薬作ってる会社です。うん、何それ、わかんねえ、怖い、怖いこと言ってるかもしれない。お薬作ってる会社なんですよ。荒野行動さんっていう。荒野行動で、はい、で勝手にちょっと僕が、はいはいはい、ちょっと成分が入ってる、はい、メジコンってやつがあるんですけど、ちょっとそれを、うんうん、飲みすぎちゃって、うん、それを飲んだ状態で、うん、女の子ブイブイ言わせてたんですよ。ダメでしょそれ。はい、何言ってるか。メジコンを飲みすぎてた状態で、うんうん、女の子ブイブイ言わせてたら、ちょっと問題になっちゃって、それで荒野行動の会社さんに怒られたんですよ。あ、そうなんですね。はい、うん、じゃあ、荒野で勝手な行動をしたんですね。うん、いや、そうなんですよ。でも、ジンタンさんも、はい、やっぱり昔は結構女の子ブイブイ言わせてたんじゃないんですか。いや僕そんな薬とか頼らなくてもブイブイ言わせてましたよ。そんな薬に頼らなくても、はい、なんか一つなんかブイブイ言わせたエピソードとかちょっと聞かせてくださいよ。なんか、オチはなんか汁がいっぱい出ましたみたいな、なんかそういう。やめてもうやめてやめて、ちっちゃい子も見てるから、はい、じゃあね、結構あるんですか。いやいや、そんなブイブイじゃないけど。なんかその汁が結構いっぱい出ちゃったみたいな。もうすごい言うな、この人。汁ないんやか、はい、いやいや、それも、はい、なんていう、ブイブイはしたやつじゃなくて、ちょっとコンビニで、ちょっと下っぽくなっちゃった。コンビニで汁いっぱい出しちゃったんですか、うん、そう、コンビニで、そう、そうそう、おでんのね、おでん持っていくときにね、自転車で持ってったら汁がなくなっちゃったみたいな、ね。まあ、コンビニやっぱ一番汁出やすいですからね。はい、そう、確かにいろんな汁物もいいですからね、おでんとかがね、ブイブイになると。うん、その、やっぱ、ツッツとかされちゃったんです。じゃあやっぱ、ジンタンさんにとって、女って、おでんで言うと、やっぱ何になってきます？いや、おでんでは、おでんで言う、例えろ。まあまあ、強いて言うならですよ。じゃあガングロレーンちゃん、ガングロレーンちゃん、ガングロレーンちゃん。何ですか、ね、リリー・フランキンさんの、おでんくんの。はいはい、ガングロですか。ガングロレーンちゃん。汁がいっぱい出るってことですよね。いや、わかんないけど、それ何言ってるかわかんないけど、もう絶対殺すことやらない。いいっすね。ちょっと、HGじゃないですか、もう AG って言ってるじゃないですか。せい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 。はい。ごめんなさい、何でしたっけ、いいっすね、VV じゃなくて、VV じゃなくてもいいですか。オフィシャルシルダンディズムじゃないですか。すごい喋れ。確かに。ジンタンさんはその、名前をオフィシャルシルダンディズムに改名しないんですか。絶対しねえ。いや、してくださいよ。絶対しねえ。したら絶対伸びますよ。伸びるかな。リッツさん、ハートミありがとうございます。怒られそうで。いいな、この人。制限とかあんまり使うんですね。うまいですね、やり方がね。ギリギリを攻めてるんですね。ギリギリです。やっぱシルダンが、やっぱシルダンですよね。シルダンです、やっぱり。シルダンってなんだよ。でも気をつけてください。あ、もちろんです。周りにちっちゃいことが言ったら。東京ゲートブチこっちか。大丈夫、迷ってるじゃん、迷ってるじゃん、喋ってりながら。はい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 。めっちゃ喋ってくるやん、歩きながら。はい、オフィシャルシルダンディズムです。でもういい、それもいい。はい、もうそこは全然何も、はいはい、何度も見る。やっぱ汁が一番大事ですから。はいはい、やっぱオフィシャルシルダンディズムのやっぱ汁テンダーが僕好きです、うん、それ知らないです、オフィシャル、はい、ジンタンさんはやっぱ汁ダンの何が一番好きですか。いや、汁ダンだったら何だろう、もう汁ダンだったら何が好きですか。はい、サブタイトルでお願いします。サブタイトルで、はい、字幕つけてください。もうシルタイトル、シルタイトルじゃない、サブタイトル。なんで押さえてるんですか。サブタイトルでやっぱシルいっぱい出るから押さえてください。音を消してください。サブタイトルで字幕をつけてください。リンタンさん、音を消してください。もうあなたの、やっぱりまだ現役だったりするんですか。
そうですね、まあ、何を聞いてんだこの人、すげえなこの人、ジンタンだよって言いなって、すごいいっぱいなんか、まだ汁が出るよな、怖い怖い、この人面白いよ、でも、私を大きくするの得意じゃないけれど、レオさん、レオさん、レオさん、汁が綺麗だうるせえな、レオさん、もううっせえわ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 、もううっせえ、うっせえ、うっせえわ、シルとのラブストーリー、シルが予想通り、いざシルが出せば何それ、シルが、シルが予想通りな、何シルが予想通りってどういうこと、予想なんかできるの、シルに、わかんないけどどういうことだ、大丈夫です、あの、豊洲人住んでないで有名なんで、あの、あ、いやいや、そんなこと言っちゃダメでしょ。脇汁を、ベリコさんって、レオさんの何かかな、ねえ、この人やばい。もう戻らないでください、脇汁。脇汁さん、脇汁さん戻らないで。汁が予想通りですよね、本当に。あ、コラボしましたよ、竹内さんと3回ぐらいしてます、コラボは。忘れただけ。ジンタンさんは、ジンタンさんは、なんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って。ジンタンさんのその、結構汁エピソードとか、みんな視聴者気になってるみたいなんですよ。汁エピソードと本当に言ってる。汁エピがないのかな。俺、やばいと来ても多分シモ弱いんだよね、ぶっちゃけ。シルエピ教えてほしいですね。シルエピ、シルエピはもう、はい、シルエピって、あ、ジンタンさんのやっぱシルエピが一番気になりますよ。いや、もういい、シルはいい、シルはやめて。ミックスジルって、ミックスジルって言ってくださいって、なんだ、熊さん。今までで一番強かったシルエピをお願いしますよ。楽しいか、本当にこんな、はい、これ楽しいの？俺シモ苦手なんだよな。楽しいのって。やっぱシルいっぱい出ますから楽しいっすよ。俺は、ね、教えてくださいよ。まあ、兄貴、人生のやっぱ先輩としてのやっぱり、シルエピオがやっぱ聞きたいっすわ。やべえ、この人間違えて、はい、俺より喋るわ、この人。いやいや、楽しい、楽しいけど、もうシル以外で楽しますね、もう。いや、シルがね、シルしかないっすよ。汁だったって我々やっぱりもう汁が気になって仕方ないですもん、やっぱジンタンさんの。いや、俺、ちょっと、はい、だここではいないからダメ。ジンタンさん。DM に送っとく。DM に。DM に。いや、DM に送ったとしてもそれ、なんか、よりなんか言えない秘密のやっぱ汁内容なのかなってなっちゃうじゃないですか。だから DM で送るって言ってた。ダイレクトで、ダイレクトメールで。教えてくださいよ。決めねえよ、ここで言ったらやべえじゃん、もう。はい、いや、汁気になりますよ。汁って言ってか、もういろんなとこから汁出るよ、目で。なんですか、目から汁流してるじゃないですか。そういうことよ。なんで目から汁流すほど笑っちゃってるんですか。目の汁よりこっちの、あ、額からの汁のがすごいよ、俺。額からの汁って、もうどこでも全部汁出てるじゃないですか。人は出るからね。汁、もう汁汁うるせえな、この男、ほんと。汁がすげえな、ジンタンさん。汁汁もう、やっぱまだ、元気っすね。元気じゃねえわ、もう。あ、亀甲が好きなんですか。きっこってなんだよ。好きなんですか。好き好き、きっこマンションよね。違いますよ。きっこマンションでしょ。縛っちゃう方が好きなんですかって聞いてるんですよ。いや、俺は縛られるの、俺は自由でいたいから縛られるの大嫌い。人からも。今ちょっと縛られる感があるんだよね。縛られるのは嫌いだけど、縛っちゃうってことっすね。いやー、汁が強え。ジンタンさん、汁好きだな。違うんだって。俺、レオさんに今縛られてる感があるの。ジンタンさん。だからそれが大っ嫌いな、この国。縛る気になる。ジンタンさん、なんかなんか最後に、なんか歌じゃないですけど、歌いたい汁歌とかあれば、ちょっと歌ってくださいよ。汁、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 ありがとう。切ってくれた、向こうが。助かった。これ楽しかったな。荒れてんな、コメント。ちょっと待って、ダメなんだよ。詞も弱いから。寄れる、ちょっとごめんね。全然見えてなかったね。何度も。あ、熊さん、ありがとう。ハートミータッチミー、ドンタッチミー、サウンジで受ける。ありがとうございます。めっちゃ知ってる。何度も見てる。木山優作さんって歌手じゃない？よね。か、ろか、見に来ました。あ、めさん、ありがとう。小林製薬みたいな感じでどういうこと？小林製薬寄れるんです。わかんないな。ブンブンさん、あら、フォローありがとうございます。ちょっと怖いですね。でしょ？ああいう人も楽しいけど、ちょっと俺18の指定してないから、ちっちゃい子もおるからあんまり弱いんだよね。あ、竹内さんとコラボしました。はい。汗、汁だらけ。俺も汁だらけなんだよね。ジンタンってどういうこと？ジンタン汁？どういうこと？何？ミックス汁って言ってくださいってなんだ？これが TikTok とその通り。汁、ダメだ、コメントで言われた。汁だらけ。すごかったな、人。納得だわ、一番。楽
しいかって言ってごめんね。うん、あるでしょう、気になるって。もういいよ、脇汁さん戻られて。うん、怖かったよね。ごめんね、ゲリラさん。めめめさん、ごめんね。うん、こういうのもあるから、これがシバル系なんだって。脇汁さん、やめてよ。もう、勢いがパないよね、向こう。歩きながらだからね。あー、シー、なんだ俺、シールシールシール、シールシールって。なんだったっけ、この歌。ポニョ歌ったよ、俺。崖の上の。なんだったっけ、ポニョ。ポーニョ、ポーニョか。シールシールって言っちゃった。怖かったね。ごめんね。ちょっとこれはもっと考えていこう。あんまり、そう。ああいう人が好きな人はいいんだよね。ちょっと休んでいいかな。これ、苦しいわ。酸欠。怖かった?すごく見たことある。なんか有名な方なの?あの人。でもめっちゃ多かったで。10万。明日誕生日。一条レオノカさん。コラボありがとうございました。